ゆく春や鳥なき魚の目は涙。これは松尾芭蕉が東北への旅の初めに書いた俳句です。芭蕉にとってその旅は別れの涙で、人生の意味で生と死の間の細い道でした。江戸時代の人間にとって旅は大きな決断で特別な冒険でした。しかし20世紀の初め頃から旅行はだんだん誰もが行ける大衆娯楽になりました。今ニュースなどのマスメディアは私たちにファンタジーを教えてくれます。それはお金と時間があるなら誰もが旅行できます、ぜひ旅行に行きましょうということです。宝くじに当たった人のインタビューでは、五つ星ホテルやファーストクラスや世界旅行などがよくキーワードになっています。しかし旅行はお金と時間を費やすことではありません。では旅行の本当の意味は何でしょうか。2年前の春、私は両親と3日間日光の小さな旅館に泊まりました。その旅館は湖に面していて、後ろに男体山という山がありました。夜湖の前を散歩している時、ふと振り向くと星空の下に山が巨人のように立っていました。日中山の花や木々を見ている時、穏やかな山だなぁと思っていましたが、夜になると山の大きな黒い輪郭しか見えなかったので、そのそびえ立つ山が醸し出す静寂に包まれて、私は自然と一体となったような気がしました。その瞬間時間が止まって、自分のことや山のこと、そして恐怖や喜びなどを全部忘れてしまいました。ドイツの哲学者カントが言っている崇高という概念が、その旅で初めて理解できました。南海山のふもとで現代の都市には見られない自然への生けの念を見つけました。私にとって旅の重要な意味の一つは忘れるということです。旅行では雄大な自然や味わったことのない文化に触れることができます。そこでは時間やアイデンティティ、人間の欲求や偏見などを忘れられます。すべてを忘れて旅行から戻るときには、より多くのことを持ち帰ることができます。それはお土産や写真ではなく、自分の人生や私たちが生きる社会についての新しい考え方、そしてより広い心です。旅はお金を使って欲求を乱す娯楽ではなく、自分を超越できる芸術であるべきです。そう考えると、心を酔わせる本も泣ける音楽も短い旅です。巡る季節の中で美しいものに出会う人生も長い旅です。私たちは松尾芭蕉にはなれません。江戸時代にも戻れません。しかしこの時代にあっても、再び歌のような旅に出ることができます。いい日旅立ち、幸せを探しに、子供の頃に歌った歌を道連れに。